イサカ M37 はアメリカのイサカガンカンパニー社が製造している三段銃。イサカはニューヨーク州の町の名前に由来する1937年に完成。弾薬を装填するローディングゲートと空野球を排出するエジェクションポートを共通にすることでフレーム開口部を下部だけとした分肉厚を薄くすることで軽量化に成功。 当時では最も軽い散弾銃だったため、フェザーライトと呼ばれた。これは当時、ショットシェルが厚紙製であったことから、横殴りの雨の中でも、銃の内部に水が入り込んで、シェルが濡れ、火薬の吸湿による不発や紙の膨張による玉詰まりが起きることを阻止する狙いがあった。それゆえの信頼性の高さが変われ、その後は長きにわたって、 警察の車載用ショットガンとして使われ続けた。また、ベトナム戦争では、ベトコンの統治下や、地下トンネル内の戦闘に重宝されたことでも有名である。軍用はもちろん、狩猟やスポーツ射撃、自宅警備用など、民間用としてもベストセラーとなった。 1990年までに製造されたモデルは、ウィンチェスター社の M1897 や M1912 のようにトリガーを引いたままハンドグリップをコッキングすることによる連続射撃が可能で、ベトナム戦争など戦場で投入された際は、M1897 と同様に近接戦闘における大きな強みとなり、兵士には好まれた。しかし、スラムファイアは、 意図的な暴発による速射であり、初心者には危険であり、犯罪者が使用した事件も起きたため、その後のモデルでは省かれた。ありがとうございます。